ネペルセ族のトマホークトマホークは北アメリカのインディアンが使う斧。北米大陸への入植、開発のために白人がヨーロッパから大量輸入した斧を現地の入植者やネイティブアメリカンが改良したもの。武器として使えば斧。トマホークを持つインディアンアフレードオブホーク。トマホークはネイティブアメリカンのアルゴンキアン語で切るための道具を意味するトモハーケンが語源で。 日常工具や戦闘に使われた投擲も可能なカタチョ長ナである。柄が喫煙用のパイプになっているトマホークもある。投擲距離は5から20メートル。原則として柄は木製である。柄の長さは30から50センチメートル程度。鉄器を使用するヨーロッパ文明との接触以降、斧は鉄製となり、以前はそれとよく似た石符や棍棒。 ガンストッククラブを用いていた。現在は木の柄に斧と対になる金属部品をつけたものをインディアントマホークとして通信販売しているウェブサイトもある。R&D ホークバイセイックビンクラーナイブズにネイティブアメリカンから白兵戦を学んだ白人もよくトマホークを用いており、ピーター・ラガーナが新しいトマホークを開発した。近代もスチール製の多目的トマホークが 民間工房から供給されており、森林船の多いベトナム戦争などで使用された。アメリカ陸軍は柄が強化プラスチック製の合成素材で作られたトマホークを正式採用し、イラク戦争から使用され続けている。斧はナイフより殺傷力が高く多目的に使えるので、傾向する道具の量を減らし、より機敏に活動できるという主張がある。アメリカ。 トマホーク社のベタクは、アフガニスタンで使用され、CQC の武器としてだけでなく被爆発性物質の、破壊、障害物除去、扉の破壊開閉、井戸除去などに用いられている。武器時点257ページ。武器時点266ページ。ディスカバリーチャンネル映像ドキュメント、ミリタリー大百科、アメリカ陸軍レンジャー大百科。ありがとうございます。